混沌の時代、光の神ブラフマンと闇の神ルシファーの長きにわたる戦いによって、世界激しい戦いにより魔王ルシファーはその力を失ったため、次の魔王を選ぶ儀、魔王争奪戦に勝利した二代目魔王ルシフェロは強大な力で約500年間もの、そして21世紀人間界を舞台に、魔王になるための条件はただ一つ、人間の魂から生まれる使い魔。平和だった人間界は誰も気がつかないうちに新たな魔王を選抜する。ご主人様、ご主人様、しっかりしてください。ご主人様、大丈夫ですか？しっかりしてください。早くここから。モナの言う通りです。急ぎます。今です。この体は間違えた。この程度では足りぬ。簡単にはいかないようですね。どうやら普通の。ダビに任せて。この程度か。これが進化。いやあモナ、よくここまで来れたね。でも、もう先には行かせないよ。選ばれたってのはそいつ君たちの考え。ご主人様、このままだとこれが最後だと思って全力。僕が治める魔界は楽しいよ。君たちのような弱者にとっては。夢？夢。だったらまだ寝てても大丈夫か。実はバイトの時間だった。魔王の子孫である俺がコンビニバイト、はあ、めんどくさい。世界は欲望に満ちている。それだけは。魔界も人間界も。俺は魔界に関心がなかったし、やりたいこともなかったから、人間界に魔界から送られてくる金とバイト代で細々と暮らす平和な日々。本当に気に入っているんだ。電気料金支払いのお知らせ、内容をご確認の上了承もしくはキャンセルを選んでください。こういう煩わしい問題さ。はいはい、了承しました。え、なんか落ちてきた。かわ
いいご主人様。ご主人様のサポーター。は？え？何？サポ？はい。ご主人様は先ほど次期魔王を決定するための魔王争奪。はあ？何言ってるんだ？魔王がなんとかって。の？覚えてませんか？ご主人様は先ほど自らの手。え？そういえばさっきのメールで了承ってぼ。私がこの部屋を使えばいいですか？おい、勝手に横になるなよ。で、どういうことだよ、ま、あれれ、魔界のニュ。当然知らないよ。俺は魔界がうんざりだからここにいるんだ。ご主人様、お友達がいらし。うるさい、ぼっちってわけじゃないぞ。現在魔界はちょっとしたお祭り騒ぎです。現魔王ルシフェル様が突然引退を宣言し、行方不明になってしまったのです。家で？魔王が？そこで次期魔王を選ぶ魔王争奪戦が開かれることになったわけです。俺の意思とは関係なく？何をおっしゃるんですか？先ほどご自身。だからあれは違うっての。俺は魔王になんて興味な。では魔王争奪戦に。勝手に話を進めるなよ。さてご主人様は現在魔王の。どうでもいいだろ。ですが最弱なんて称号とはもう。休日は家でダラダラ。まずはその引きこもり癖から直しましょうか。やっと外に出てくれましたね。早速ストーリーへ行ってみましょう。ついに繁華街に到着。ここは悪魔にとってなぜって。それはたく早速チュートリアルを始めましょう。久しぶりの人間界です。やっぱご主人様の行く手にはたくさんの試練が待ち受けていますが、手と手を取り合って試練を乗り越えていきましょう。盛り上がってるところ悪いけど、もう帰。戦争が始まりました。下にはご主人様のチームメンバーが配置されます。上に見えるのが敵。敵とメンバーたちは自動的に攻撃を行います。時間が経つとゲージが溜まって強い攻撃ができるようになり。よくできました。ノーマルスキルは通常攻撃より大きなダメージを与えます。続く。今度はクリティカルについて説明しますね。ノーマルスキルは一定の確率でクリティカル攻撃になります。その際スキルボタンの上に。なかなかいい。って、あれ？ま、待て待て、俺は魔王。さすがです。偉大な大悪魔であるご主さ。残りの敵も。まあ、こいつらを。さすがご主人様。では、スライドスキルとドライブスキルについて説明しますね。スライドスキルはアイコンを上にスライド。ドライブスキルは普通の攻撃の他にクリティカルや弱点攻撃。グレートな大悪魔でラブリーなご主人様。早速スキルのお。グレートとかラブリーとかやめて。
もうお気づきとは思いますが、パーティーメンバーが増える。スキルの準備ができましたね。スキルゲージがたまると、ノーマルスキルかスライドスキルは複数の相手に攻撃でき、よくできました。スライドスキルは強力ですが、発動後は今度は勝利への鍵、ドライブ。ドライブスキルを発動した後、タイミングに合わせてボタンをタップしてください。もう何もお任せください。よくできました。パーフェクトなタイミングに合わせて、楽勝です。あらら、突然無口になりましたね。フィーバータイムとは、ノーマルスキルを無制限に使用できる7秒の制限時間内でどれだけスキルを連打できるかが勝利への鍵です。本当にそれだけでいいの？昔ゲームで鍛えたテクニック披露するかな。それではフィーバータイム。ドライブスキル使用時の判定によって、パーフェクト 40%、 グレートフィーバータイムはこのフィー、今回は特別にすぐにフィーバータイムに入ります。もう何もお任せください。もっとサクサク戦闘を進めたい場合は、ダブルスピードをタップすると戦闘実はですね、フィーバータイム、指が痛い時や疲れた時に活用してください。ちなみにモナは連打する人の方が素敵だと思いますよ。素晴らしいの一言にでもこれで終わりだと欲求不満になっちゃいます。な、何か言え。それではもう一戦いきますよ。今、ちょっと待ってよ。もちろんです。今、しょうがない。
ガイドを終了しても問題ないですね。拍手。どうだい、俺はやれ。本当に誇らしいです。うん。ここまで頑張ってくださった可愛いご主人様のために、モナナスペシャル。ご主人様にふさわしいチャイルドが下にあるメニューのチャイルドから、多くの人間と多くの、そこに需要と長期悪魔の力を必要としている人間を探し、その欲望、それこそがこの世にチャイルドを生み落とす契約。かわいいご主人様、あなたはこれから魔王の道を歩んでいきます。モナが、
まだ振り込みはなし。今月はいつまで経っても悪魔王争奪戦が始まる。月にたった44,400円だけど、アルバイト生、つまりあれだ。ご主人様、この漫画。あ、待て、なんて。このフィギュアもゴミ箱にポーイ。おい、人、はあ、この世俗にまみれ切ったお部屋、次期魔王様のものとは思えません。ほっとけよ、俺は。このアニメの DVD もポーイ。だから勝手に捨てるのやめ。ご主人様、こういうのは早く卒業してください。子供でいいんだよ。ああ、これで少し。それではひよっこ候補生のご主人様のためにモナが教えて。モナ先生。モナはそう言うと一冊の本を取り出した。表紙。悪魔は契約者となる人間の欲望を叶えた。そうやって得た人間の魂と悪魔の力。あなたの命令に従う使い魔チャイルド。魔王候補生はできる限り多くのチャイルドを集め、最も強い魔王争奪戦のルールはた。けどさ、その契約者になる人間ってのはどうやって探すんだよ。心配は無用です。受け取ったのは怪しいチラシ。勝手に俺の電話番号まで書かれた。信じる者は救われる。バラ色の未来があなたを待っ。なんだち、モナ、一体。企業秘密です。モナ、まさかこのチラシを見てきた人間を。さすがご主人様、話が早い。もう早速依頼が入ってる。こんな怪しいチラシに引っかかるやつがいるのか。早速その依頼者と契約して一体目のチャイルドを。も、モナ先生。素直についてきてくれてよかったです。ごねるようでしたら奥の手を使う。怖いよ。3つ。さあ、怖いのも痛いのもまっぴらごめんだ。いかん。ご主人様のヘタレっぷりは重々承知していますが、このままじゃいけないとは。魔界からの送金が止まり、コンビニのバイトだけで生活を維持できるんです。確かにモナの言うと、どう考えても。さあさあ、行き。ああ、もうとにかく引っ張。あらあら、そん、はい、そんなこと言って。ここって。はい、今回連絡によればこの辺に。あなたがチラシの。はい、こちらの青年があなたと契約し願いを叶えてくれるんです。なんか平凡で頼りなさ。人は見かけによらないんですよ。さてご主人様、今回の契約者は抑圧された生活に疲れている看護師さん。ええ、そうよ。というか本当に願いを叶え。実は俺も。ご主人様、ここだけの話、この程度の年。詐欺じゃん。ねえ本当に大丈夫なの。はーい、心配いりません。これからご主人様と契約することにより、それによってあなたは望み通り気の向くままに振る舞える生。魂？チャイルド？なんかあやっぱんなチラシを本気にするなんて私。今さらキャンセルは受け付けません。では契約を始めます。あら、ダンジョンの扉が開いてる。まだ契約を完了して。うわ、床がネバネバじゃないか。あー、セールで980円だったお気に入りの。魂のダンジョンです。簡単に言うと契約者である看護師さんの心の中。すでに契約は始まっています。この世界のどこかに。デメテル、神話の女神の。はい、契約を結ぶ際チャイルドには新しい、その新しい名前を闇の洗礼名と言い、デメテルを探し出しご主人様をマスターと認めさせて従わせる。じゃあまずはそのデメテルをさ。その通りです。二
人間である契約者のエゴが悪魔であるご主人様を無意識に拒絶しているようです。拒絶？どういうこと？オートスキルをタップすると自動でスキルを使用します。ただしドライブスキル、私をいじめるんだよ。来る日も来る日もつまらない仕事ばっかり。なんだ。いや、あの注射器は単に契約者の記憶が。さあよく見てください。あれこそご主人さん、契約者が悪魔を招き入れ契約するに至った理由。攻撃してきても多めに見てくださいね。契約者のすべてを受け入れることが。魔王候補なんてやりたくて。それに肝心の。心配ありません。きっと多分ですけど。魂のダンジョンでの戦闘は契約者の内面との。つまりこれからもチャイルドを作るたびに。なあモナ、毎回こんなめんどくさいこと。そうですね、お金があればなんとかなりますが、ご主人様、お金。余計な出費はしない主義なんだよ。悪魔はお金なん。あらな、面白いご主人様。有史以来。私、もともと看護。人を助けたくて看護師になったんだろ、子供の子。そんなの私が思ってた看護師じゃ。それも人助けだろ。なんだあれ。人の心にはいろいろな感情。あれが全部偽らざる本音なのか。なんでご主人様が。別に。魂のダンジョンは予想より広く、結局デメテルにはしばらく探し回って疲れた俺は休憩を取るために一旦現実世界。なあモナ、今きっと願いが叶って自由気ままに振る舞える自分を手に入れてると思いますよ。じゃあ幸せにやってる。そうですね、人間の幸と不幸は考え。なんか引っかかる言い方だな。それじゃあ魔王争奪戦について聞かせてくれよ。正直まだ正確に理解。あら嬉しい、ご主人様やる気。いや、なんとか苦労しないで済む方法があるんじゃないかって思ってさ。そんな方法ありませんよ。さてまず契約。契約者とは悪魔と契約。さてここで問題です。
悪魔の力とにチャイルドが生まれる。ピンポーン。手段を問わず、とにかく強いチャイルドを多く作ってした。ちなみにチャイルドとは契約者との間に生まれる赤ちゃん。おい、そんなのわか、すべてのチャイルドは一人一人個性と。モナ先生、残念でした。危険は、やっぱ。それでは、ところで、なんでデメテルのダンジョンは扉が開いてたの？俺と契約する前だ。そこなんですけど、どうも彼女。はあ？人間の欲望はとてつもなく大きいです。人間の欲望、それにしても、さっき。欲しいと思って来てみたら、足元が明るいうちにお引き取り願えないかしら。こんにちは、デメテルちゃん。あらあら、ずいぶんとセクシー。何よ、私をバカにするのはやめて。バカになんてしてないわ。目的？あ、正解。ちゃんと理解してくれるなんて、いいわよ、なってあげようじゃない。私をもっともっと楽しませてみなさい。よりやるじゃん。だ、なんか私あなたのことだから。これで終わりじゃん。な、おい、消えた。あらら、逃げちゃいましたね。見え見えの。それで契約。